どうもー、世界各国の100億人の神奈川の皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、9月4日じゃないかよ。なんで9月なんだよ。1月5日でございますね。1月5日です。はい、普段並ぶのね、好きじゃないですけど、今日はちょっとね、狙ってる台があるんですよ。はい、ちょいパチの整理をちょっと狙いたいなということでですね、来てます。はい、あれ2人で並べたらいいね。ね、今までね、はい、うん、そこちょっと狙いたいんで、ちょっと早めに行ってます。はい、50人ぐらい並んでて、僕は1番、はい、ついてますね。僕もらったでしょ。ついてますか。はい、よかったですね。はい、今日の意気込みは、今日の意気込み、はい、今日の意気込みは、そうですね、女の子の LINE をゲットする。はい、今日の意気込みは満杯で、満杯です。こういうの出演 OK な、はい、今見てる人誰だよって思ってますけどね。なんだ、はい、はい、まあ行きましょう。はい、行ってきます。はい、じゃあ行ってきます。どうもー、はい、こんばんは。今日の結果発表していきます。はい、します。はい、今日はね、疲れてもう何言ったかも記憶があんまりありません。結構ちちらかしたしな。騎士も多いよね。はい、うん、ただまあ当たらない。当たんないな。当たんない、全然当たらなかった。なんかね、期待値積んでるはずだけどな。まあそうですね。うん、まあ今日でも期待値詰めたり詰めなかったり、まあそうだったと思います。はい、うん、はい、マイナスにはなってないでしょ。マイナスは絶対あるはずですね。うん、クトエイト最後に言ったんですけど、そこはかなり期待値高かったので、はいはいはい、はい、それ以外は僕はあんまり今日良くなかったですね。はい、正直、はいはい、朝一で清流の、ちょいパチを初めて打ったんですよね。はいはい、はい、それもね、ちょいパチなのにね、いくつでしたっけ、約49分の1ぐらいでしたよね、確かね。うん、そう、49だったかね。はい、うん、で、結構150とかハマって、もっと200ぐらいハマってきましたね。そこまでいったっけか。うん、はぁ、えぐい。2人で当てたのが計6回ぐらいで、うん、時短突破型なんですけど、1回も時短突破せずと。うん、全然主釣れねえんだ。っていうところから始まって、まあそれも回転数もちょっと足んなかったんでね。うん、はい、そうね。でその次行った店で、レッカーを西村さんは打ってね。うん、レッカーは期待値良かったですよね。レッカー良かったよ。僕が昨日見つけた、あ、そう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 、これいけんじゃねってずっと多分聞かってねえだろうなっていうね。はいはいはい、はい、うん、もう全然へそも足りててね。うん、でまあ右打ちも溜めて、はい、うん、で24から5だったかな、確かに。うん、しかも右のあのなんだ、電柱あのところ、アタッカーの下にある、うん、あそこの調整も悪くないですよね。アタッカーの下のところの電柱、ああ、はいはいはい、2を貯めれるところ、はいはいはい、あのあれね、うん、あれな。全然こぼれなかったよ。あそこで削るお店多いんですけど、あそこ削ってないのかですね。うん、うん、ノーマルだったんじゃないかな。ね、うん、それが結構でかいと思うんですよ、僕。うん。うん、よかったよ。レッカーはやっぱりいいね。一回当たって小当たりの人ゲットしたんですか。ゲットした。一回、その、へそで当たって 50% 突破して、はいはいはい、うん、シャーと思って。で、小当たり結構続いたんだけど、それで終わっちゃって、はあ、まあ、ボーナス2回か。で、5000パーツくらいかな。うん。うん、でした、ね。うん、続かなかったね。やっぱり弱めに打つと小当たりの人結構出玉取れますか。取れるね。取れる、全然取れるですよね。うん、全然スピード違うもん、あの最強の打ち方してるのとちょっと弱め打つのとね、最強にしちゃうとアタッカーをすぐ球がボンボン流れちゃうんですけど、そうそうそう、アタッカーが結構長くて、うん、ね、弱め打ちすると球がずっと乗っかってるから、うん、ね、入るというね、うん、そういう仕様ですよね。うん、そういう仕様でございます。やっぱりいいですね。いい、レッカー食えるよ。保険代表してあそこの1台はちょっと取っておきたいですね。取っておきたい、ぜひ取っておきたいね。はい、あそことマクロスな。あー、マクロスいいんですか。
マクロス、まあ、回転数足んないけど、確かにね。まあ、もうちょっと、前やった時は16とかだったけど、うん、もうちょっとあるんじゃないかなと思ったけどね。なるほどね。うん、はい。ですね、うん。で、僕はね、西村さんがレッカーってる間に、バージリスクを打ちに行ったんですけど、うん、まあ、大して回んなかったですね、バージは、うん。ダメか。まあ、ゆっくり回してね、電柱貯めながら、これも、まあ、20回ぐらいだからね、うん、まあ、トントンぐらいで鍛えちゃったのかなっていう感じです。うん、ですね。はい。うん、まあ、微妙だったね、結果。ですね。はい。もうでもね、後ろ向きなこと言ってもしょうがないので。まあね。はい、ちなみに今日の収支7万以上負けてますね。です !7 万いくらか忘れました。7万5000円ぐらいだったと思いますね。まず負けちったよ、はい。マイナスになっちゃったね、今月。今月マイナスになっちゃいましたね。はい、出だしよかったけどな。しゃあね。ですね。まあ、明日、明後日と結構有力なね、うん、日が控えてるので。ですよ。もうそこに期待するしかないんだ。もうやっていくしかない、本当に。はい。うん、大丈夫。2人だったら時間もたくさん取れるし、いろいろ有利になることが多いです。持ち球比率も上がるし。はい。大丈夫です。大丈夫。はい、もうやっていくしかない。やっていくしかないです。やるしかないんですもん。うん、はい。英語。俺はね、一つ一流の望みがあるから。お？実は。何ですか？今ツイッターで騒がれてる前澤社長のお年玉、はいはい、僕リツイートしてますから、3000分の1ぐらいで多分当たるはずだ。はい、皆さんこうなったら終わりですからね。でも考えてみて、当たったら100万だからね。うん、まあまあ、なんかそればっかり期待したわけじゃないけど、うん、まあ、もし仮に当たったらね、面白いなと思う、はい、ネタにもなるし生活も良くなる。あれって、まあ、僕もその情報しか知らないですけど、うん、例えばリツイートでも、僕は今こういう思いがあって考慮して、こういう思いがあるから、この前澤さんの、なんか、何？募金？募金じゃないの？うん、お年玉。お年玉？うん。いう応募してますっていうのか、うん、それとも、ただ単にもリツイートすればっていう人もいるじゃないですか。わかるじゃないですか。はいはい。あれは違うんですか？なんかコメントが効果があるとか。ランダムで決めてるんですかね。あ、まあランダムだと思うけどね、うん、多分ね、そういう小技おじさんが好きそうな小技はないと思うよ。あ、ないんだ。多分ね、はい、まあでも選ぶのは人だろうからさ、多少はね。お嬢の少女ですか。まあ多少はね、あると思うよ。ただわかんない、別に。、うん、まあそうですか、うん、だってね、何人だっけ、1000人選ぶんだよ、一人一人さ、あ、こいつにしようかなってやってる時間ないから、パパパパっていくよ。そっか、うん、物理的に、はい、と思います。はい、なんで皆さんぜひね、リツイートしてください。年末年始で負けちゃった人いっぱいいるかもしれないんで、回収時期だから。はい、うん、ぜひ。何の宣伝してんだろうね。誰みたいな話だけど、はい、うん、まあね、こういうところでも期待値詰めたらいいんじゃないのっていう話です。はい、期待値的にはもう高橋とか皆さんやっちゃダメですからね。うん、はい、あれもう負けるようになってっからね。そう、あれなんだっけ、 95% だったか、機械割的に言うとさ、帰ってくる率 95% もないっすよ。そんなないんだ。全然ない、全然全然ないっすよ。あれ何パーぐらいよ。え、何パーだっけ、確か 30% 割ってますよ。 え、そんな低いの。宝くじはね。あ、はいはいはい、うん、30% 割ってんの。割ってます、全然やる。クソみたいな数字。宝くじが一番悪いですからね。あ、パチンコは多分、まあ、85から90とかなんですよ。あ、はいはい。うん、競馬とか、競艇とかは多分、70% とか60% とかだと思います。正確な数字わからんですけど。はい、はい。宝くじが一番その悪いですからね。マジで。あ、そうなんだ。それは知らなかった。うん、で、まあ、よく僕らね、パチンコなやってバカじゃないのって言われるんですけど、うん、いや僕らはね、101% 以上の台だなと思うね、うん、10万入れて、まあ、少なくても10万1000円以上になると、うん、まあ、そんなもっと高み目指しますけど、うん、台を選択してやってますから、まあ、そうだね、はい、うん、それを宝くじ買ってるやつは僕ら否定してくるでしょ。お前がバカみたいな感じで、はいはい、いや、お前がバカだよ。
お前のもバカだからって。まあそういう人もいるわな、中にはな。はい、僕は思うわけですよ。うん、はい、まあ、そうなのな。はい、まあ、一撃がでかいからな、夢見ちゃうのはな、宝くじはな、はい、夢を買うとか言って。だから買わない方がいいですからね、確率論分かる人が。まあそうね、はい、おっしゃる通りです。はい、はい、ということで、からぽさんその通りだと思う人はグッド評価とチャンネル登録お願いします。これからも日誌編集頑張ってねって思う人はグッドボタンを、これからもどんどん応援していきたいと思う人、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。以上でした。尻つぼみ。じゃあ、ありがとうございました。はい、バイバイ。バイバイ。バイよな。わかった？わかった。